ください。はい。あ、この人って前に街ですれ違った。何かご用でしょうか。あの私たちジェラール・ペリアンさんに会いたくて。会長に？ご用件は？私たちルギオ村というところから来たんです。今村には水枯れの兆候が現れていて、ステラードならきっと村を救う方法が見つかると思って、黄昏の海を越えてここまで。海を越えて？娘、お前があの船の責任者か？はい。あなたがペリアンさんですか？いかにも、私がジェラール・ペリアンだ。このペリアン商会の代表を務めている。私はシャリステラ・アルゴーと言います。黄昏の海を越えてルギオ村から。その話は聞いた。だがなぜここへ？それはこの町に来たのなら、あなたの話を聞かない理由はないと強く勧められたもので。君は？コルテス・アルゴー。このシャリステラとは家族のようなものです。のようなとはどういう意味かね。我々の一族は皆同じ名を持っているのです。血のつながりのない家族とでも言えばいいでしょうか。ほう。それで要件は何かね。君たちの船が港に停泊している我が町の船に損害を与えてからしばらく経つようだが。知っていたのか？この町を一手にまとめているのだ。知らないわけがあるまい。ご挨拶が遅れたことはお詫びします、ペリアンさん。竜に追われ船が破損してしまって。そちらの事情など聞いていないのだよ。君たちの船によってこの町の一部が被害を受けた。我々にとって重要なのはそれだけだ。私たちこの町に助けを求めに来たんです。なのにこんなことになってしまって、私たちもどうしていいか。町の人は誰も話を聞いてくれなくて。それは当たり前だけど、私リンカ。はい。あとは任せた。所用がある。わかりました。あのシャリステラさんでしたか？自分はペリアンの秘書リンカと申します。ご用件は何なりとお申し付けいただくよう申し付かっております。え、あのおっさんは俺たちがここへ来ることが分かっていたのか。差し当たっては労働の対価として人々の協力をお求めになってはいかがでしょうか。この町を知っていただくことがお二人のためにもなるかと。この町を知る。お二人はどのような労働がお得意でしょうか。よければ自分が最適なものを選定いたしますが。あの私錬金術師なんです。まだできることは多くありませんけど、何かお役に立てませんか。錬金術師。なるほど。それならば紹介よりご依頼したい仕事がいくつかございます。いかがでしょう。お願いします。やらせてください。大丈夫かシャリー。ええ、頑張りましょう兄様。